皆さん、こんにちは。リピートコンサルタント、横田修林です。今日お伝えするテーマはこちら。リピーター作りの仕組み、100事例の本に入りきらなかった事例を一つ紹介したいと思います。この本の中では、リピートする仕組みについて10の切り口を通して解説しているんですが、今日はその中の一つの交換型というものについて考えてみたいと思います。ではこちらの事例をご覧ください。はい、これですね、先日すごく僕がびっくりしたニュースなんですけど、ファッション通販の、最大手と言ってもいい、マガシークというですね、会社があるんですけど、このマガシークさんが新しいですね、サービスを始めました。それが、定額レンタルサービスというものなんですね。最近ですね、テレビのコマーシャルなんかで、めちゃ借りというものが非常にコマーシャルに流れて話題になりましたけど、例えば、ファッションの、いわゆるアパレルの服とか、例えば、宝石とかですね、ネクタイとか、ワイシャツとかジュエリーとかですね、こういったものをですね、毎月いくらで、レンタルし放題っていうサービスが今増えてるんですね。で、ただ、そういったサービスを、やっている会社、サービスがどんどん増えてるんですが、そもそもそういう会社は今までそういうサービスをやってたんではなくて、新しい事業として、そういうものを始めるっていうケースが多いんですが、今回僕がびっくりしたのは、今まで小売をやってた方が定額レンタルサービスに、切り替えたわけじゃないんですけどね、新しく、参入したっていうことが衝撃なんですね。つまり彼らとしては服を売った方がいいわけですよ。レンタルしてしまうとですね、服を買ってくれなくなるわけですよね。だから、なぜそれなのに、レンタルに切り替えたかっていうと、もしくは参入したかっていうと、レンタルサービス、定額なんとか放題っていう、借り放題っていうサービスが増えてるからなんですね。ただ、逆に言えば、今服が売れない時代だからこそ、レンタルサービスに参入したら何がいいかっていうと、リピート率が上がるんですね。この交換型っていうものは、常に古い服と新しい服を交換することによってリピートしやすい仕組みっていうことなんですけど、なぜかっていうと、買ったら家に服はあるんだけど、レンタルの場合は、返したら家に服が残らないわけですよ。だから借り続けなければ服を着れないっていうことになるので、リピート率が上がるわけですね。で、このようなこと、今までの皆さんがやってるビジネスっていうのは小売だった場合、リピート率を上げるために、レンタルビジネスを始めてみるっていうのが、なぜ効果的かっていうことが、この交換型っていう仕組みを使えば説明できるんじゃないかなと思います。はい、今日はリピートする仕組みとして交換型紹介しました。リピートコンサルタント横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。